はい、野沢岩でございます。ではライフイズストレンジ引き続きやっていきましょう。続ける。前回のライフイズストレンジでは、てめえ舐めた口聞きやがってぶっ殺してやる。二度と近づくんじゃねえぞ。力のこと教えてくれ。マックス、何しに来たのよ。来ないで。来たら飛び降りるから。なんで巻き戻せない。これは誰にとっても気分のいいことではない。マックス、説明してくれないかね。よう、ワールド組の最中か。それはレイチェルのだ。なんでてめえが持ってんだ。言っただろ、もらったんだ。マックス、レイチェルを見つけなきゃ。何か手がかりがないか探そう。開けゴマ。よし、さっさと始めよう。マックス、ちょっとこれ見ろよ。レイチェルは暗い部屋の中、それが永遠と。これだ。あのね、レイチェルとフランクが一緒にいる写真があって、そういう関係だったみたい。レイチェルとフランクが？そんなの一言も言わなかった。なんで？なんでこんなことに。何もかもパパのせいだよ。そんな。私を置き去りにしてパパは死んだ。それ以来私の人生はクソまみれ。クロエ、やったよ。大成功だよ。ちょっと、ちゃんと聞いてるの、マクシン。何もかもめちゃくちゃだ。他には何が変わったの。マックスじゃないか。待ってて。クロエ、お客さんだよ。なんかちょっと不思議な感じだね。うん、でも楽しいよ。手紙くれて嬉しかったよ。みんなハガキぐらいしかくれないから。しかも羊皮紙の便箋ってところがマックスらしいよね。気取りすぎかなって思ったけど、イギリスの詩人みたいでいいでしょ。クロエには特別だよ。手紙の方が気楽だしね。あ、ごめん、今の嫌味じゃないよ。こういうのが気まずいから来づらかったんだよね。
まあぶっちゃけそうかも。腫れ物に触るみたいなのはやめて、普通にくだらない会話がしたいの。ちょっと待って、ほら見て、夕日がすごく綺麗。何アワーだっけ？マジックアワー。マックスのおかげで一つ賢くなった。綺麗な写真が撮れるんだろうね。でもクジラたちかわいそうだ。私にちょっと似てるかも。まあ私は生きてる分マシだね。クロエはすごく頑張ってるよ。絶対辛いはずなのに。同情はよしてよ、そういうの間に合ってるし。パパは未だに私に車を買ったことを後悔してるんだ。事故のこと聞いてもいい？まだ話したことなかったね。どっかのバカが急に割り込んできて車が溝に突っ込んだの。その時のこと覚えてるの？全部スローモーションに見えて、背骨が折れるのが分かった。体の感覚があったのはそれが最後。病院で目が覚めた時はもう動けなかった。そんな、ごめん、なんて言ったらいいか。いいの、私はまたこうしてマックスに会えただけで幸せなんだから。ブラックウェルの子みたいに姿を消してたらこうはいかなかったよ。レイチェル・アンバーのこと、彼女と最後に話したのはいつ？新聞で読んだだけで会ったことはないよ。レイチェルって言うんだ。知り合いなの？なんだか子供の頃からは想像できない世の中になったね。雪だの日食だの、この世の終わりかも。そんなこと言わないで。悪気はないんだ。ただ最近街に不吉な雰囲気が漂っててさ。確かにいろいろあったからね。でもクロエと私が一緒ならきっと大丈夫だよ。こうしてると子供の頃に戻った気分。懐かしいな。クロエ、ごめんね。もっと早く会いに来るべきだった。私ひどいよね親友なのに。マックス、来てくれただけで嬉しいよ。本当にありがとう。違うの、ちょっと鼻が冷えてきちゃった。そろそろ家に帰ろっか。クソ寒いもんね。ごめん、そういう言葉遣い好きじゃないな。そっか。なんか過去を変えたから未来がすごく歪んできてるって感じなのかな、これは。でもちょっと痛ましいよね、クロエ。すごいハイテク装置だね。独房みたいでしょ。でもパパとママにはすごく感謝してる。苦労かけてるから。そんな風に思われてないよ。そうかな。私のせいで散歩にすら行けないんだよ。時々わざと二人を怒らせて怒鳴りつける口実を作ってあげるの。バカみたいでしょ。クロエは本当にいい子だよ。素直で優しいし、辛くても泣き言言わないし。マックスが思ってるような天使じゃないよ。用を足すとこ看護師に見られたり、医者に物みたいに扱われたりして、子供みたいに癇癪を起こすこともある。そんなの想像つかない。でも
クロエは子供の頃から親思いのいい子だったよ。今日は本当にありがとね。あ、声枯れてきちゃった。そこの水取ってくれる？クロエは私のせいで車椅子に。スノードームでいっぱいだ。ああ、鹿のスノードーム。これは変わってない。やあクロエ、今はぬいぐるみも好きなんだ。すごい形のヒーター。庭を見て子供の頃を思い出したりするの？もう芝生の感触もわからないなんて。体重が軽くても大変そう。はあ、息をするにもこんな機会が必要なんだ。向こうのクロエの片鱗。ああ、これでパソコン操作するんだ。人を助けるハイテクってかっこいいな。これすごいな。猫の動画も見放題だね。私も嬉しい。クロエにメイクしてあげようかな。上手じゃないけど楽しいかも。一人では水を飲むこともできないなんて、クロエにも選ぶ権利があったはずだよね。はい、どうぞ。ありがとう。そりゃ声も枯れるよね。こんなに喋ったの久しぶりだもん。それじゃあポッドキャストとかやってみたら？つまんない冗談やめてって。ポッドキャスト？毎日ここに缶詰なのにネタがないよ。ごめん、ちょっと思っただけ。分かってる、気にしないで。でも余計なおせっかいだったね。大人みたいなセリフ。子供の頃は遠い昔だね。クロエは子供の頃の思い出で何が一番印象に残ってる？海賊ごっこしながら街中走り回ったことかな。懐かしいね。今でも海賊スピリットは忘れてないよ。どうかな、こんな海賊様になんないよ。そもそも船に乗れないし。マックスが乗せてくれる？みんなもう連絡もくれなくてさ。私がいるよ。もうどこへも行かないから。でもずっと会いに来てくれなかったよね。写真とか送ってくれたけど。もっと早く会いに来るべきだったよね。完全に私が悪いよ。でももう違う、過ちは正すから。どうやって？超能力でも使うつもり？無理するのはうちの親だけで十分だよ。二人ともクロエを愛してるよ。分かってる。パパもママもしょっちゅう私の様子を見に来てくれるんだ。クロエはいいご両親に恵まれたね。マックス、二人にはすごく苦労かけてるの。医療費がすごくかかるのに保険も当てにならなくて。大変だよね。この装置だってすごく高そうだし。薬代も看護師を雇うお金もかかるから、うちの親はいつもお金のことで悩んでる。申し訳ないよ。でもクロエはプライスレスだよ。シャレじゃなくてね。つまんない。でもありがとう。まあ私も人のこと言えないけど。
でも娯楽なら何でも揃ってるよ。子供の頃お泊まり会した時みたいに、なんか映画でも見よっか。うん。リクエストは？ブレードランナーが見たいかな。ラストは泣くけど、子供の頃プリスの髪型に憧れてたし。覚えてる。いっそ青に染めたら似合うよ。じゃあ早速見ましょうか。でもクロエ映画見てると途中で寝るからな。そうだったね。ちゃんと起きてるよ。マックスがいる間は大丈夫。これモルヒネ用の器具なんだ。痛いの辛そう。ここは薬だけ。血流を良くするためにこれを塗るみたい。ありがとう。ちょっと目に砂でも入ったかな。砂って一粒入るだけですごい涙出るもんね。中国のことわざみたい。生化両元って言ってさ、バタフライエフェクトと同じ。そうだね。事故の後は手紙の数も少なそう。私もほとんど書いてない。ひどいな。今でも付き合っ、ああ、DVD あった。嘘でしょ。この CD 作ったの12の時だよ。これで映画見れるね。言ってるそばから早速寝るとか。ひどくない？私と一日過ごして疲れてたんだね。確かにちょっと眠くなる映画だったし。あの主人公はレプリだと思う？ごめん、まだ頭が働かないか。こっちこそ爆睡しちゃってごめんね。大丈夫だった？ママとパパは寝落ちしないからね。朝から皮肉？誰かさんには負けるよ。昨日は本当楽しかった。私も会えてよかった。子供の頃とはもう全然違うけど、でもマックスといたら海賊ごっこしながら森を走り回ってた時と同じ気分になれた。こうして一緒に過ごせるだけで私にとっては。もう、またいつもの頭痛が始まったよ。2階のバスルームへ行ってモルヒネの注射器取ってきてくれる？注射器？大丈夫、
最新式のやつで針も極細でさ、本当冗談じゃなくて持ってきてくれるかな。私が取れないように2階にあるんだけど、マックスなら階段登れるでしょ。待ってて。え、モルヒエ？ああ、新しいバスルームを作ったんだ。いいご両親だな。あ、お父さん。そんな、基本だけでこんなに。$1,587。すごい。よかった。ついにパリに行けたんだね。わ、いっぱい来てる。姉さん？え、姉さんと仲いいの？よかった。ついにパリに行けたんだね。クロエに大きな HD テレビをあげて、自分たちはこんな古いのを使ってる。おばさんのクーポンがいっぱい。前は貯金箱だったけど、そんな余裕ないか。クジラは竜巻の前触れ。それにプレスコット財団？やだな。レイチェルはここでも失踪中。全部は変えられないんだ。医療費のために家までなくすかもしれない。そんなのないよ。$12,000か。おじさん、あの、今、お話ししてもいい？ダメダメ、請求書の整理中だから。なんてね、ダメなわけないよ。久しぶりだね。本当に、おじさん全然変わってない。なんか嘘みたい。そりゃ別人になってたら偉いことだ。マックスは大人っぽくなったね。で、どうしたの？パリ旅行行けたんですね。ウィ、マドマーゼル。フランス語はそれしか知らないけどね。クロエは大喜びだったよ。目に浮かぶよ。家族で海外旅行なんて、おじさんたち最高ですよ。クロエは留学したいとまで言ってね。もう叶わないことだが、この世は非常だよ。うまく言葉が見つからないけど、クロエがこんなことになるなんて。ほんの数分の出来事が運命を変えてしまった。でも命は助かったし、クロエはよく頑張ってる。
本当に。でもおじさんがいてくれて、クロエのお父さんがいてくれてよかった。ジョイスも頑張ってくれてるしね。もし僕がいなかったら、クロエはどうなってしまうか考えるだけで怖いよ。おじさん、この先何があっても私はずっとクロエのそばを離れません。絶対に。ああ、分かってると思う。またおじさんとおばさんに会えて、なんかすごく懐かしいです。そりゃノスタルジーってやつだね。クロエも喜んでるよ。もちろんジョイスもね。この街もまだ捨てたもんじゃないな、多分。異常気象に動物が死んだり、何が起こってるんでしょう。僕にはさっぱりだ。ノストラダムスの予言が現実になったのかな。僕はクロエとジョイスが幸せでいてくれればそれでいいよ。この町といえばプレスコット家ですけど、おじさんはどう思います？最低の連中。以上。よくご存知なんですか？正直関わりたくないが、ジョイスがパンエステートで働いてるからね。やむを得ずさ。レイチェル・アンバーって子が行方不明だって新聞で。あの子もブラックウェルの生徒だったね。かわいそうに。ご家族は悲しんでるだろう。もしクロエがいなくなったりしたら、考えるのも恐ろしい。クロエの部屋を見てびっくりしちゃった。ハイテク装置だらけで。あの部屋一つで豪邸が何軒も建つぞ。実は保険だけではなかなか厳しくてね。やっぱり医療費の負担はかなり大きいんですね。正直途方に暮れてるよ。家のローンもろくに払えない。でもまあなんとかなるさ。僕たち一家はプライスレスだからね。そろそろクロエのところに戻らなきゃ。おじさんと話せて本当によかったです。根性の別れみたいに言わないでくれよ。またいつでも邪魔しにおいで。車の鍵一つで運命が変わるなんて。まったく。借金がこんなに。娘の世話をしてるだけなのに、ひどい。ガレージセールなんて前は絶対やらなかった。謎だらけの街、アルカディアベイ。マックス、遊びに来てくれてありがとうね。そんな、クロエの状態がこんなに悪かったなんて。おじさん頑張ってるな。昔と変わらない。このクロエすごくかわいい。誰が撮ったんだろう。幸せそう。こんな未来想像してなかったよね。クロエもとても喜んでるわ。もう十分スーパーママだよ。昔はタバコ吸う人が大嫌いだったのに。
おはよう。子供の頃はお泊まりすると大騒ぎだったのにね。懐かしいな。またこの家に泊まれて嬉しい。いつでも歓迎よ。マックスが遊びに来てくれるなんて、あの事故以来初めてのことね。もっと早く会いに来るべきだった。クロエに寂しい思いをさせちゃったな。そんな心配しなくても大丈夫よ。今こうして会いに来てくれたんだから。おばさんたちが仕事の時、クロエはどうしてるの？看護師の人たちが交代で見てくれてるわ。クロエは相変わらずトラブルメーカーで困ったもんだよ。実はね、クロエの症状はあまり良くないんだ。呼吸器系がかなり弱っていてね。もうごめんなさいね。そんな、おばさんたちこんなに頑張ってるのに。どんな時も家族3人で過ごす一瞬一瞬が宝物よ。家族ってそういうものでしょ。何があったって一緒に乗り越えていくわ。おじさんも元気そうでよかった。相変わらずおばさんと仲がいいね。あの人は本当によくやってくれてる。クロエも私も幸せ者ね。クロエとおじさんも相変わらずいいコンビだね。最近特に仲が良くてね。クロエもウィリアムの言うことならちゃんと聞くし、二人で結託して私に対抗してくるのは勘弁してもらいたいけど。おばさんは素敵だよ。どうなのかしらね。でもありがとね。おばさん元気だった？なんとかやってるわ。そりゃ楽な暮らしだとは言わないけれど、この町ではそれはみんな同じことよ。でも仕事とか大変でしょ？ウィリアムも私も毎日朝から晩まで働き詰め。言うのも嫌だけど、パンエステートでパート勤めもしてるんだ。プレスコット家とも知り合いなの？ショーン・プレスコットはアルカディアベイを丸ごと買い占めるつもりなのさ。あんたも息子の姉さんには気をつけなさい。おばさん、ここ最近起きてる異常な現象の原因は何だと思う？さあ、この町がもうそっとしておいてくれって怒ってるんじゃないかね。正直、私はうちのことだけで精一杯だよ。うん、そうだよね。ただ、鳥が死んだり、クジラが打ち上がったりしているのは気になるね。クロエのためにも少しは気にした方がいいのかもしれない。デイビッド・マドセンって人知ってる？ダイナーのお客さんにそういう人いないかな？随分唐突だね。店に時々来るバスの運転手さんのこと？物静かでハンサムな人だけど、どうして？ああ、別に。ちょっと聞いてみただけ。好奇心旺盛なところは子供の頃から変わってないね。そろそろクロエのとこに戻らなきゃ。おしゃべりできて楽しかった。私もよ。ごめんね、昔みたいに部屋が片付いてなくて。なんかどっちを選択するのが正しいかなんてわからないですよね。もう侵入禁止の警告も貼ってない。うわ、ガラーンとしてる。モルヒネ？プレスコット財団の援助は無理だろうね。歩行器、クロエがまた歩けることを願って買ったんだ。おもちゃ、中に何が入ってるか見てみたい。靴、ブーツでドカドカ歩くのが好きだったっけ。
おじさんの兄弟のことはよく知らないな。青い蝶、きっと偶然だよね。まだこの現実に戸惑ってる。みんなに苦しい思いをさせてる私のせいだ。おじさんのことクロエに決めてもらうこともできたけど、そんなの残酷すぎる。でもまた3人一緒になれたんだよね。私にはこれを壊す権利なんてないよ。クソ親父から隠れる必要はなさそうだね。この頃はいつも一緒だったのに。あれ？どこにあるの？マックス元気？変だな。前より老けたみたい。あった。あった。クロエにモルヒネを持っていくことになるなんて。バスルームは変わってない。薬がずっと増えてるけど何にもない。ハーブの薬も使ってるんだ。電気を消して。ありがとう。やっと楽になれる。でも失敗したら大変だよ。心配しなくても大丈夫。簡単だから。痛くないし。分かった。でも何かあったらすぐおじさんたちを呼んでね。うん、大丈夫。最近痛みが増してるんだけど、今日は調子がいい方だよ。こうしてマックスと一緒に過ごせるだけで本当に幸せ。あ、ごめん、エモいしキモいよね。薬のせいかな。キモくないよ。他に必要なものある？あ、さらにエモキモで悪いんだけどさ、そこにアルバムがあるから撮ってくれるかな。子供の頃にマックスと一緒に撮った写真が見たいの。大丈夫。エモさなら私の日記に勝てないから。それにクロエと一緒に写真を見るなんて断れるわけないじゃん。嘘でしょ。この CD 作ったの12の時だよ。
庭を見て子供の頃を思い出したりするの？もう芝生の感触もわからないなんて。ああ、クロエはオール A だったんだ。どこの大学だって行けたのに。最低。クロエにお金を盗んでもらえばよかった。って、あっちの世界の話だけど。ここにアルバムがあるからこっちへ持ってきて。なんか恥ずかしいな。クロエ専用のアルバム。見える？バッチリ。私たち、こんなにちっちゃかったんだね。お人形みたい。うん、これは東大に行った日だね。パパにめちゃくちゃ怒られたよね。反省しなさいってさ。なのにクロエ笑うんだもん。うちなら感動だよ。ああ、これいい写真だね。海賊ごっこした時のだ。結局、町を乗っ取ることはできなかったね。マックスならできるよ。懐かしい。パンケーキ作った時だ。この写真大好き。パパがこれを撮った日から、まだたったの5年か。私には昨日のことのよう。だったらいいのに。うん。この写真、もしかして、もう一度。あのね、私は呼吸器系が弱ってて、その、回復の見込みはないの。お医者さんが話してるのを聞いちゃったんだ。私は死を先延ばしにしてるだけなんだよね。パパもママも私も、これ以上は苦しむだけ。私はそんなの嫌だ。え？何が言いたいの？私ね、またマックスと一緒になれて、もう思い残すことがないんだ。街を二人で駆け回ってた、何でもできた子供の頃みたいな気分をもう一度味わいたかった。今日その願いが叶ったよ。だからこれを、最後の思い出にしたい。わかる？うん、でも点滴のメモリを11に上げるだけでいいの。え？それは断るだろう。クロエ、できないよ。クロエが苦しむ姿は見たくないけど、私にはそんな権利ないよ。私の意思だよ。私が許可してる。でもおばさんに、おじさんが。もうとっくにさよならは言ってある。でも望みを聞いてくれないの。マックス、お願い。ダメだよ、クロエを殺すなんて。何もしなくても私は死んでしまう。同じこと、少し早めるだけ。どうせ行くなら幸せな気持ちで行きたい。親友にその助けをしてもらいたいの。もっと別の形でクロエを助けてみせる。お願い、私を信じて。どうして？やっぱりマックスも私を見捨てるんだ。もう帰ってよ。来た瞬間から帰りたかったんでしょ。もう二度と顔を見せないで。私はもう二度と離れないって決めたんだ。
え、あー、え、もう一回使うの？おじさん、ごめん。うわ、出た、また出た、これがまた。うわ、戻っちゃったよ。フラッシュは平気だったかい？アルバム行きだな。もしもし、ジョイス。え？そんなに荷物が多いなら車で迎えに行くよ。くそ、鍵はどこにいた？汚い言葉いじまる罰金。罰金じゃなくて大学資金な。鍵は。発見！こんなところにいたのか。あと、ワインの試飲会はダメだぞ。言うこと聞かないと、ママ特製のサーモンサプライズとチョコレートケーキはお預けだ。わー、これ辛いな。そうだろうな。今日のマックス絶対おかしい。もう会えないみたいな感じ。クロエ、本当にごめんね。なんとかしようと頑張ったんだけど、でもどうにもできない。ごめん。何の話かさっぱりだけど、元気出しなよ。私、マックスがいてくれて本当に嬉しいよ。親にも友達にも恵まれて不満なんて全然ない。一生友達だよ。大人になってもずっと一緒にいようね。お願い、何があっても自分を強く持ってほしい。私がクロエのそばにいなくても、私はずっとクロエを見守ってるから。いつだって味方だから、いつだって。クロエ、よかった。おい、なんだよ。あのキスはそういうんじゃないぞ。嬉しいの、クロエが元気そうで。なんか気持ち悪いな。おかげで目が覚めたけど、徹夜で探偵ごっこしてたせいで頭ぼーっとしてたからさ。てか、この話したよな。私が寝てる間にまたなんかしたか？してないよ。私もぼーっとしてるだけ。いつも通りの風景に帰ってきたんだ。何が起きたかクロエには絶対に言えない。ボードを見て、これまでに分かった情報を整理しよう。
なんかもう究極の選択みたいな感じですよね。はい、ではね、一旦今回これで終了してわからないな、ストーリーをね、また進めていきたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。野さん、岩でした。